島営業所、名鉄バス津島営業所は、愛知県津島市大坪町にある名鉄バスの営業所。所属略号は津、最寄りバス停名が大坪であることから、大坪車庫とも呼ばれる。利用者のための駐車場、駐輪場が設けられている。他の営業所よりも敷地面積が広い利点を生かし、教習コースが設けられており、新人運転士の訓練などに使用される。また、他社へ譲渡する車両が留置されることもある。津島市から海士市を経て、名古屋市を結ぶ岩塚線、名古屋、津島線と東名阪自動車道を経由する名古屋、長島温泉線の3路線を運行している。栄、名鉄バスセンターから愛知県道68号名古屋津島線をひたすら西へ走る系統である。安松経由と案内されることが多い。大正橋西山七峰庁舎前付近までは、旧道を経由する。以前は、津島よりさらに西北に向かい、木曽川岸、東海大橋のたもとにある旧津島で達する系統であった。栄乗り入れは2001年6月からで、栄大坪より運行開始、当初は、笹島町名古屋観光ホテル錦通り本町、栄東桜通り長者町。名古屋観光ホテル、笹島町という循環運行で、栄では、大津通りにある、基幹バス北行き停に停車していた。2002年10月には、オアシス21が開業し乗り入れを開始、上下とも錦通り本町経由となり、東桜通りと長者町は経由しなくなった。2003年3月より、栄津島運行開始、さらに、名古屋市交通局との共同運行となり、広小路通経由に変更し、大寺西条までのバス停を市バスに揃えた。栄、名鉄バスセンター大寺西条間は、名古屋市営バスとの共同運行区間。ただし、料金支払い方式や乗降方式、バス停のポール、時刻表は、両社局別々である。栄が、起終点となるものは、方向幕の色のみ市バス側に合わせていたが、近年は LED 化が進み、方向幕の色付きの車両は現在在籍なし。日中の運行本数は、栄発着が毎時2本程度、名鉄バスセンター発着が毎時2本程度であり、津島駅発着と大坪発着が約半数ずつ運行されている。市バスは名古屋駅発着の他に途中の中村公園発着もあり、平日朝はかなりの本数となる。栄、笹島町。中村公園は北へ迂回する地下鉄とは異なり、ショートカットしているが、所要時間は地下鉄より長い。また名鉄バスセンターへの出入り口が名鉄名古屋駅や笹島交差点より南側にあるため、迂回経路とならない市バスよりも所要時間が若干長くなっている。名駅通りを南下し、大須通を右折、黄金陸橋から狭谷街道をなぞるように、愛知県道115号津島七峰名古屋線、114号津島蟹江線を通り、津島に向かう系統で、安松経由に対しこちらは岩塚経由と案内される。名古屋、津島線より、本数は少なく、日中は両系統を合わせて、毎時2本程度の運行である。岩塚線に、名古屋市営バスとの共通乗車制度はないが、名古屋市内区間は、名古屋市営バスに揃えた。運賃設定となっている。また、栄発着便はない。過去には、現在の黄金陸橋ではなくもう、少し南の長良橋経由であった。大倉団地、姫御前団地、フェニックス団地、横、万蔵、松中、長島海岸の各バス停は、三重交通担当便のみ停車して、名鉄バスは停車しない。2015年頃までの名鉄バス担当便は、当営業所と名古屋営業所、春日井営業所により共同で運行されていた。なお、この路線は他の路線とは異なり、観光バスタイプ車両で運行される。また2020年4月より、当路線でもナンバリング表示が開始された。名鉄バスと三重交通では、系統番号は同じであるが、ナンバリングの表示の仕方が異なった表示となっている。この他に、地下鉄本陣駅名古屋競輪の特定輸送と、三菱重工小牧南工場の特定輸送や、津島市巡回バス、ふれあいバス、海士巡回バスの運行受託も行っている。当営業所では唯一バイオディーゼル車を5台運行している。東営業所は、名鉄バスの営業所の中では、唯一、中型車が所属していない。2019年6月1日現在あたり営業所の路線バスも、一宮営業所と同様、車内アナウンスが、名古屋営業所と名古屋中央営業所と同じ声に変更されている。また、東営業所も、基幹バスと同様、運賃液晶式ディスプレイが導入されている。ありがとうございます。